こんにちは、ギャンブラーヒカルです。現在なんですけど、マニラ国際空港にいます。で、これ、ちょうど荷物の検査が終わったとこです。今から空港ラウンジに行きましょう。空港ラウンジは、こちら側です。このようにエアラウンジと書かれています。じゃ実際に行ってみましょう。これで4階まで上がっていきます、エレベーターから出ました。今から空港ラウンジ行くんですけど、マニラ国際空港は3つのラウンジがあるのかな、4つかもしれません。こちら側に空港ラウンジ A みたいなのがありました。で、俺が行くのはこれからマーハバラウンジです。こちら側になります。こちらシルバープリスラウンジです。ありました。こちらがマーハバラウンジとなります。では行ってみましょう。さあ、中に入っていきましょう。このように食べ物あります。これ全部無料です。ビールも飲み放題ということで、これ全部飲み放題です。このようにワインとかウイスキーも無料になっています。で、こちらラウンジです。ラウンジはちょっとこんな感じです。ラウンジの食事なんですけど、美味しいかと言われると、どうでしょうというところで、まあでも空港の食事ってめっちゃ高いやんか。その点考えると、これも食べ放題で好きなだけ、食べることができます。こちらはなんかまあ魚の料理でした。こちらじゃがいも系の料理でした。まあ、パスタもね、まあ、発展途上国のパスタ慣れてる人だったらいいんですけど、まあ、日本のパスタをイメージすると、どうだろうってなるかもしれません。こちらいろいろなジュースと、あとはコカ・コーラ。ビール、フィリピンのビールぜひ楽しんでみてください。俺も苦手なんでね、ちょっとビール飲まなかったんですけど、ビール好きの人はね、楽しめるんじゃないかなと思います。このようにお酒もあります。俺ワイン飲んだんですけど、こちら結構美味しかったです。2杯飲んで、もう飛行機乗る前にベロンベロンに酔ってしまいました。今回紹介したフィリピンマニラの空港ラウンジなんですけど、実は言うと俺無料で利用してます。その方法はこちら、無料で日本と海外の空港ラウンジを利用する方法、クレジットカードではない、こちらのページぜひ参考にしてください。ギャンブラーヒカル空港ラウンジで Google 検索するとこちらのページ出てくると思うので、ぜひ参考にしてください。